はい、始まりました。FUG フットボールアンダーグラウンド2022年11月15日、埼玉市立鈴谷小学校開校記念日ですね、今日は。どこじゃそれって感じなんですけど、僕の母校でございます。はい、私のですね、母校の今日は開校記念日。昨日は埼玉県民の日ということですね。そうです。私、小学校の時はですね、6年間連休でした。はい、まあ、どっかが日曜日入ったりして、入った時あると思うんですけど、後で確認はできる時代になりましたから楽ですけどね。そういうことで、11月の14日、11月の15日、子供の時の思い出随分ございます。そういう中で今日、11月15日、肌寒い、雨もね、降ってましたし、寒かったですね。そういうところではね。まあ、皆さんの、ちょっとですね、提案を受けてですね、YouTube ライブ始まる前に、少しこういったチャットタイムを作ったらどうかっていう提案を受けております、ある方から。ある方来るの早くなかったですけど。それで、であるならば、ちょっと試しにやってみようかなと思っておりまして、でチャットタイムを、で皆さんで話を盛り上がってもらえればいいなと。まあ今日みたいにもうテーマは、を決めている場合には、一概にそれが正しいとはことかはわからないんですけど、いろんなチャレンジをやっていきたいなと思っておりますので、ご協力の方、そしてまたご支援、ご参加の方、よろしくお願いいたします。改めまして、吉澤浩一です。私、昭和44年生まれ、現在53歳の、まあ、中年男性でございます。J リーグ始まった時は23歳かな、24歳かな。という年齢でございまして、若かったです。はい。とても若くてですね、情熱的だったと思います。で、まあ、今53歳になりまして、じゃあそのパッションはなくなったのかって、そんなことはないんですよね。そして、それぞれの方も、じゃあそのパッションなくなったのかって、そんなことないんですよね。それぞれの居場所、それぞれの価値観の中で、サッカー J リーグと一緒に共に生きている生活をしているというのが正しいことなんじゃないかなと思います。まあ、そういう部分でですね、2020年の2月の13日になります。まさにコロナショックに入る直前でございますが、その時に、この FUG フットボールアンダーグラウンドは、スタートしました。当初はですね、勝野さんと一緒、パパ活と一緒に始めまして、1年くらいは一緒にやったのかな。で、その後、僕一人で、配信を続けております。配信のスタイルも少しずつ変化を持っておりますが、今ちょうどそういう部分では、丸々3年をもう少しで過ぎようとしております。で、YouTube としてのチャンネルとして、まあ、ライブ中心に今やっておりますが、そのライブもですね、皆さん、まあ、別に行き当たりばったりでやってるわけじゃなくて、タイムリーな情報を皆さんと考えと離れないように進めていきたいなっていうのがあったんですけど、同時にもう少し深く突っ込んだ部分、あるいはみんなと思い出したいところを忘れちゃいけない部分、そんなところを確かめていけたらいいなと考えております。そういう部分で何回か前からですね、スライドを使うようにしておりますが、今回もスライドを使って新コーナー、やっていきたいと思います。それは私、浦和で住んでおりますので、浦和レッズに関わる話になっていくと思うんですけれど、皆さんぜひね、連続して何回もあるわけじゃないんですけれど、時々、そういったね、ごめんなさいね、こう一応今、フロンターレとコンサドーレの試合やってるんで、ちょろっと気になってしまいました。不定期ですけれど、連載を続けていきたいと思いますので、ぜひ皆さんのね、ご意見をいただければなと思います。その時に、このチャット画面が、どっちか、チャット画面がとても有意義になりますので、やるか、こっちでいいんですね。こっちでいいのかな。逆ね、こっちでいい。逆か、こっちか。ごめんなさい。こっちですね。こっちですね。こっちですね。
皆さんのチャット画面で意見交換を多くしてもらえればなと思います。積極的に取り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。レプさん、吉田さん、ファミリーの皆様、こんばんは。本日もよろしくお願いします。ダゾンでまったりと川崎札幌戦を見ています。私もちょっと横で見てますけどね。情熱的なサポーターに対して、ね、どこも若者が頑張っております。かつての自分をどこかで見るような気がします。あ、清さん、あ、こんばんは。よろしくお願いします。あ、これですね。皆さん、オフサイド、これ間違っちゃったな、こっちね。皆さん、こんばんは。オフサイドトークを楽しみください。当日、最初のコメントを入れるときは簡単な挨拶をお願いします。ということで、これチャット画面の、では一番上の方に固定してありますので、よろしくお願いします。キューピー、始まってるって始まってますから。慌てないです。もう始まってますから。僕が映ってないだけだって、これ始まってますから。なのでね、この、森さんの、肖像っていうのかなを、ちょっとここに入れさせていただいたんですけれど、始まってんの気がつくようにね。白津さん、こんばんみって、こんばんみ。ね、もちろん始まってますよって。見えないって、見えないんじゃないですか。見えてるんです。見えてるんです。見えてるんですよ。そして、そう、今は、チャットを楽しむ時間ですよってことで、ぜひチャットを楽しんでください。F、こんばんは。間もなく始まります。キュービーさん、話題振ってくださいってね。何台、携帯の問題かと思って再起動してたんかいと思います。こんばんは、吉田さん、皆様、こんばんは、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。近藤無線、こんにちは。よろしく、いつもありがとう。リカルドの言い訳会見ともおさらばですねって、新しい人も言い訳会見するかもしれないじゃないですか。固まったのかと思って、携帯再起動してしまった。面白いですね。小手川さん。吉田さん、皆さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。酒井さん、吉田さん、皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。こちらこそ。秋吉さん、あ、そうですね。高評価まだの方は、ポチッとお願いします。現在、30名の方がご覧になっていただいております。11名の方が、いいね、ナイス、押していただいております。ナイス。シッカムさん。シッカムさんもね、もう絶対今日来ると分かってました。シッカムさんを、ある意味もうフィッシングです。あなたを呼ぶために、わざわざ、できればですね、もったいないですよ。アメブロにあれだけ帰ったら。他のプラットフォームを使ったら、もっとあなたはに、いろんなところでいろんな人を見られると思います。TikTok やですね、ライブ配信ソフト使ったらどうでしょうか。おすすめでございます。そして、メンバーシップも超おすすめです。メンバーシップになってる方は、超楽しみなこと実はいっぱいあってですね。本当だって。本当だって。言った通りだ。やば。みたいなことを、もう分かってるんですけどね。今から入ると、また少し後の話になりますけれど。ぜひ、ご検討してください。ケンタさん、吉田さん、皆さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。森さんとの思い出はたくさんありますが、当時小学生の私が駒場のサテライトリーグの試合を観戦していて、森監督に私のキャップにサインしていただき、気さくに話しかけてくれました。うわー、なんか涙出ちゃうな。本当そういう人だったんですかね。本当、後で話しましょう。皆さんぜひね、今日は知ってる話多いと思いますけど、その中に、まあ自分との思い出だったりとか、そうですね、忘れられないか忘れてるような話とかも あるんですけど、そんな話をですね、散りばめながら伝えられたらいいなと思います。34名の方ありがとうございます。14名の方がいいねを押していただいております。ありがとうございます。今、ライブ配信中でございますので、このタイミングでですね、高評価が多く押されますと、同じ、興味、趣味を持っている方のところに通知がたくさん行きます。おすすめに乗りやすくなります。ですので、よろしくお願いします。ナイス16。よろしくお願いします。それでは、始めていきたいなと思います。いやー、なんかね、森さんの話をですね、ちなみに、シッカムさん、釣られました。森さんと力でお話できたのは今でも良い思い出です。シッカムさん、毎回来てください。今ね、あなたとかが、来て、
楽しんでもらえるように、毎日の配信を少し抑えております。今まで毎日12時15分お昼の時間帯にやっていたんですけど、ある方に言われました。追いつかないんですと。吉沢さんの発信される情報の内容が多いので追いつかないんです。あ、そうなんだと思いました。であるならば、じゃあ少し、テストということで配信の回数を減らしました。なんとですね、配信の回数を減らしたらですね、配信を見てくれる時間が長くなるという。これも何事も回数やればいいわけじゃない、長くやればいいわけじゃないっていうことが、ここで伝わって、実際には、時間軸で言うと流れていくので、伝えたいことっていうのは増えていくんですけれど、増えていったからと言って全部が伝わるわけじゃないんですね。ですから、普段のライブでもそぎ落として話はしておりますけど、まあ見たままをそのまま伝えられないので、ね、ですから、できる限りそぎ落とし、シンプルにしたものを皆さんに伝えた方が腹落ちがいいんじゃないかなと。こんな風に、感じております。札幌対川崎フロンターレのゲームが行われて88分3対3という素晴らしい、打ち合いになっております。これは見に行った人も、タイの人も楽しいんじゃないですかね。さあ、始めていきたいと思います。ね、どんな話が飛び出すのか、まあ、森さんの話であることは間違いございません。それでは、お聞きください、オープニング。はい。ということですね。オープニング聞いていただきました。本日も、YouTube 配信していきたいと思います。今日から新しい、展開、新しいシリーズ、スタートしていきたいと思っております。それはですね、こちらでございます。はい。これも浦和レッズの監督の話。これズバリ浦和レッズの監督の話。30年間いろんな監督さんがいました。もちろん、僕が考えているのは、この後に、まあ今日第1回なんですけど、この後に浦和レッズ全体的な監督さんの話とかっていうのを、まあちょっとやっていきたいなと。何年いて、何勝何敗だったとか、そんなことをやっぱり知るのも大事かなと思うんですよね。まあ、それが、まあ、1として考えているんですけれど、まあ、浦和レッズ監督の話、忘れてはいけないのは、やはり、この方、森高治さんだと思います。ね、見ていきたいと思います。初代監督、森高治さんです。ね、1943年11月24日、そして2011年、そうなんだと思うけどね。2011年7月の17日にお亡くなりになられました。広島県福山市出身。日本代表 A マッチ56試合、2得点かな。1968年のメキシコオリンピックのドメダリストでございます。言わずも知れたね。もう銅メダリストでございます。広島市立修道高校から一浪し、早稲田大学に進学。そうなんですよ。実は慶応大学に行こうと思われてたんですね。はい。お兄さん慶応ですし。ところがね、野村村挙さんとかですね、まあ、はじめ、広島出身の人もいて、いやー、森チンは、早稲田来るでしょう、みたいなところからですね、まあ、早稲田に進学することになって。で、早稲田大学に進学したら、同級生には、鎌本国士さんがいらっしゃったということで。ちなみに、鎌本国重さん、これ分かりますね。森さん、一浪してるんですよ。です。鎌本さんは、そういうことから言うと、まあ、もちろん同級生で森チンっていうこともあるんですけど、森さんっていうふうに言うことも多いんですね。で、それはどうしてかというと、まあ、今で言うところの U18 日本代表。あるいは U20 かもしれない。要は、ユース代表に、鎌本さんは選ばれて、森さんがチームにいたわけです。ですから、同級生、早稲田では同級生ですけど、その前にもう出会っているので、
まあ森チン。というよりは森さんの方がしっくりくるかな、みたいな。まあ、森チンなんだけどさ。俺はもう先にして知ってたからね。どうしても。すごくやっぱり、その時代の、うん、悪くないですよね。日本人として。やっぱり先輩を敬うっていう部分でね。たかか1年かもしれませんけど、人生のそのタイミングのね、1年っていうのは、とてもね、そうですね、短く、今だったら1年なんて大したことないんですけど、17歳、18歳のこの1年っていうのは、とてつもなく大きい開きがあるんですね。だから3月生まれと4月生まれで、たかだか1ヶ月くらいしか違わなくても先輩後輩みたいなことが起こるんですけど、それも重要な1ヶ月であって、ね、生まれ月がね、1年も変わらない人に対して尊敬の念を抱いたりすることっていうのが意外とあるわけですよ。で、まあ、鴨本さんはやっぱそういうことで、とてもね、森さんのバランスが取れた人で、本当に好きな人だったっていうふうに話をしてくださってますよね。はい。で、ちなみに、大学時代にですね、森さん2回天皇杯優勝しております。それ4年生の時はキャプテン、そして学生チーム最後の優勝、早稲田大学の優勝が、天皇杯における学生の優勝の最後だったということになっております。まあ、スーパーチームですよね。うん。松本郁夫さんもいたのかな。秋吉さん。森高井さんは浦和レッドダイヤモンドの父、浦和レッドの生みの親と称されてますね。さあ、そういう話が出てくるのでしょうか。秋山さん、吉沢さん、皆さん、こんばんは。実家へ行ったので出遅れました。大将、今始まったばっかりでございます。J リーグアジアチャレンジですね。今やっております、タイで。札幌対川崎フロンターレの試合は3対3でドローということになりました。ね。でも、まあ、森さんなんですけど、まあ、選手時代はね、もう随分はしょってしまいましたけど、1981年4月に日本代表監督就任と、実質プロの読売クラブ、ね、日産と、まあ、プロ化に向けてね、チームとしてもプロ化に動いてた、もう読売クラブ日産とですね、三菱古川らアマチュア選手を巧みに、混成させたチームを編成させた、多くのファンの夢を抱かせる日本代表をまとめ上げたことで知られております。はい。森さんね、浦和レッズの前身、三菱重工サッカー部、あるいは三菱自動車サッカー部の中で監督職はやってないんですね。ですが、日本代表のコーチに早々に就任しまして、また、日本代表、ユース代表ですね、1979年、のワールドユースの時、第2回 FIFA ワールドカップね、コカ・コーラトーナメントかな。あの時には、日本代表のコーチを務めました松本郁夫さんが監督で。で、そういう部分でね、その後すぐに、まあ指導者としてとても向いてるんじゃないかということで、ケルンの方に、FC ケルンの方に留学に行ってですね、まあ当時、それこそ奥田さんがいるね、いたその時代なんですけれど、で、コーチ留学を知ったんですけれど、まあ緊急時代だということで呼び返されて、で、川淵三郎さんが協会委員長、まあ実質で監督だったんですけど、実質森さんが指揮を取るような形で日本代表の監督に就任と。で、その後、まあ1981年の4月に、正式に壊して、日本代表の監督になりました。とは言いながらですね、簡単ではなかったですね。で、1981年というと、ロスオリンピック。あ、この後ね、ここあるのはですね、まあ、そして82年があるんですが、84年のロスオリンピック予選っていうのがあったんですけど、これ惨敗したんですよ。惨敗したんですよ。タイにね、初戦で5点取られたのかな ?5 対2。5対2で
負けてしまいまして、その時のキャプテン、ゴールキーパーが、田口光久さんなんですけどね。昇進の田口さんは、マスコミを追われるわけですよ。そういう意味でと。なんでこんな試合をしてしまったのか。どうしてこんなに惨敗したのかっていうこと。彼が向かったのはね、岩手県の盛岡。はい。盛岡商業に行ったんです。ね。そこで、数日過ごして、みたいなね、ことがあったらしいですよ。まあ、当時の記者からすればね、やっぱりキャプテンの言葉は聞きたいとか、まあ、いろいろロスオリンピックの話って聞きます。チームがまたなかなかうまく、進んでいってなかったんだな。あるいはチームが、抱える細かい問題があったんだなって思います。まあ、細かい問題の一つの中に、日本サッカーの、要は、当時の日本サッカー協会は別に潤沢な資金を持っているわけじゃなかったんですね。とは言いながら、まあもう、読売クラブとか、あるいは日産で、まあプロ、まあ、いわゆるステートアマーのような形でいた選手はですね、まあ試合に出場することは仕事となっていて、で、勝利点も出たりと。で、それに対して日本の、実業団、いわゆる日本リーグの普通他のチーム、三菱だったり古川だったりしたチームは、日本代表に行ったからって給金が出るわけじゃないし、とても非常にしんどい状況で。まあ、これ一概には言えないんですけどね、あるところは、出張費が出たりするところもあるし、これはまあ難しい。でも、いずれにせよ、日本代表の活動に行ったら、その、日当が出るような、状況を作んないと、選手は集まらないだろうし、いわゆる勝利に向かってのベクトルというものも定まらないんじゃないかと。で、そういうことで、森さんは、まあ、本当に、もう、要は上の人ですね。組織の上の人に対して掛け合ってくれたわけですよ。はい。で、そういう姿を選手たちは見ていたんですね。で、実際に、その、日本代表に参加すると、給金が出るようになったって。そういうのを、まあ、当時の専門誌なんかでも見て覚えております。そして森さんの試合の中で、やっぱり忘れられないのは、この試合を言った方がいいでしょう。1985年10月26日ですね。メキシコワールドカップアジア最終予選、対韓国第一戦です。東京国立千駄ヶ谷国立競技場。ね、今日のような天気。ね、薄曇りの雲の向こうにメキシコの青い空がっていう山本アナウンサーの名セリフ、有名でございますが、まあこれ1対2で敗れてしまうんですが、まあ木村和司さんの、あれですね、美しいフリーキック。これ忘れられないです。高校、私、1年生だったのかな。ですが、先輩が、高校2年生の先輩が、この試合見に行きたいなと。で、監督ですね、先生に掛け合ってくれて、で、この日は練習が休みになりました。で、非常にそのことをですね、そのことは、その後僕自身が、自分自身が、こういった職業に就くきっかけになったと思っております。ちなみに余談でありますが、何年だったかな。僕が、まだライター業に就くか就かないかくらいの時なんですけれど、ちょっと就くか就かないかくらいの時なんですけど、藤口さんに、藤口さんって、六川徹さん、サッカーダイジェストの長く編集長された方から、ちょっと原稿を書いてくんねえかと。いうことで、そうそう。こう二つ、話が二つになって、原稿書いてくれて、どういうことですか？まず書く力、能力がない時代です。そんな時代に原稿を書いてくれって頼まれたんですね。で、正直なところ、まあ、
なんていうんですかね、やっぱ力がないから恥ずかしいんですよね。で、いいんだと。お前が当時を見たそのままの姿、そのことを書いてくれと、まだ撮ってありますけど、いつか今度紹介したいと思いますけど、その、高校生だった自分の、見た風景をそのまま書かせてもらったのは日韓代表 OB 戦です。ね、森さん、相手の監督さんはキム・ジョンナム。森さんとキム・ジョンナムは、ジョンナムさんは、これまでね、多くの戦いを選手としても繰り広げてきた方で、お互いをリスペクトしている、親友と言える関係ですね。まあ、小平奈緒さんとね、韓国のね、スケーターの方と同じような、そういった関係にも近かったんじゃないかなと思います。まさかね、監督になって、お互いの国の代表の監督になって、また戦うってことはなく、戦うなんていうことがあったりするんですけど、まあ、もちろんその、日本代表と韓国代表の OB が、鹿島スタジアムで対戦したのかな。その時に、まあ、森さんが、こういうのをやるから、ぜひ盛り上げてくれと。盛り上がるかどうかわかんないけど、日韓の OB 戦をやるなんてないから、ぜひそういうところで力を貸してくれって言って、森さんはもうすでに、浦和レッズにはおりませんでしたけれど、わざわざ浦和までいらっしゃってくれて、はい。まあ非常に、なんていうのかな、そう、何気なくところですね。要は、プレゼントでもらった、同席した富士山かなんかって言ったかな。ネクタイをさらっとつけてくるような、そういう方だったんですね。一緒にお酒を飲めば、食事をすればすごい楽しい方なんですけれど、一つ、そんなタイミングになってもサッカーのことは全く忘れることはなくて、情熱的に我々若造にも話をしてくださる方でございました。まさきくん、こんばんは、吉田さん、皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。これがやっぱり忘れられない試合ですね。国立が本当に満員になった。そういうスタジアムでの、まあ、16歳かな、の吉田からすると忘れられない一戦になりました。皆さんありがとうございます。そして、森ファミリー。森ファミリーとはね、まあ、さっきも名前出ましたけど、田口光久さん、まあ、個人でございますが、加藤久さん、田中慎さん、田中浩二さん、まあ、ここに載っている方、まあ、有名ですね。原さんもいるし、ね、岡ちゃんもいる。ね、橋渡浩一さんもいれば、水間隆さんも、前田、東京国際の大学の監督の前田秀樹さん、もちろん、松木安太郎さん、津波さん、風間彌弘さん、こういったメンバー、あるいは松井清隆さん、ね、与那城ジョージさん、ね、宮内さん、西村さん、等々、こういったね、メンバーが、揃っておりまして、今でも年に1回、まあ今コロナでどうなっちゃったのかわかんないですけれど、年に1回は森会ということですね、こういったスター選手が集まって、昔話をしたり、今のサッカーの話をしたり、あいつは調子が悪いから出てこれないんだとかね。これなんですけど、ちょっと画面上げしましょうか。これなんですけど、これが2005年、森会が行われた時のサインが入った当時のユニフォームですね、これ。僕の宝物です。
日本代表の試合を見に行くときにはこれを着てきます。続けます。この、ね、抜群の結束力、森ファミリーと言われたこの抜群の結束力があって、まあ本当にですね、まあブラジルでいうところのテレ・サンターナが非常に人気があるように、森さんの代表ってすごい人気があったわけですよ。当然僕も大好きです。今までの人生の見てきた日本代表の中で、まあ、森さんの日本代表で思い入れがあるのはオフトジャパン。これ非常に思い入れがあります。もちろんトルシエと共に、戦った2000のワールドカップ代表であったり、初めて自分自身のね、アジア最終予選、取材者としてね、戦った97年の日本代表、まあ途中から、鴨さんから岡ちゃんになる、岡田さんになるんですけど、その代表も思い入れありますけど、まあ人生の中で行った時には、まあ影響力、影響を受けた、すごく、思いが強いのは、この森さんの代表ですね。この抜群の結束力というのはですね、それはですね、なんと、浦和レッズの、サポーターに受け継がれました。本当です。そう見てください。抜群の結束力は受け継がれたと。まあ、いつまでとかどこまでっていうのは別として、別に僕はゴール裏と言ってるわけじゃなくて、こういうしたスピリットですね。共に、戦おう。ね、仲間を大事にしようとか。そういうことは森さんのこのスピリットに受け継がれていると思います。ジェットンさん、こんばんは。仕事終わり帰宅途中です。監督といえば相模原も戸田に決まりました。戸田さんに決まりました。どんなサッカーを見せてくれるのか楽しみです。そうですね。はい。そして森さんといえばここですよね。今日の話の中心でございます。J リーグ開幕を前年に控えた1992年、浦和レッドダイヤモンズ初代監督に就任されました。まあ、なんともね、これも森さん自身は、浦和レッズが、まあ、三菱自動車サッカー部、まあ、三菱重工、まあ、要は三菱のサッカー部が、プロ化ができるように、とにかく東方清掃頑張ってくれて、いろんな人に話をして、日本のサッカープロ化しなきゃいけない、その中に三菱が、入ってないっていうのは、とても問題なんじゃないかと、三菱が入っているべきである、そういうふうに強く説いてですね、その森さんの情熱、またその人間性、そういったものがなければ、浦和レッドダイヤモンズっていうのは誕生しなかったと、思います。ね、また後でも紹介しますけれど、で、本来であれば森さんは、そういった、バックステージですね。いろんな人に、まあ、本当に、まあ、その後、いろんなチーム、もちろんレッズでもやったんですけど、マリノス、アビスパでもやった、その GM 職のようなことをして、ゼネラルマネージャーとして、本当は行動したかったんじゃないかなと思います。そしてまたそういうものが、ことにまた長けていたんじゃないかなと思います。もちろんね、指導者としての、もう、なんですけれど、でも森さんの圧倒的な包容力っていうのは、そういったところで生きるんじゃないかなと、生きたんじゃないかなと思っております。うん。でも、まあ、簡単に言うと、こういうものもあったんじゃないですかね。お金の問題。要は、なかなか重い腰を上げなかったわけですよ。当時の三菱グループは、はい。で、限られた予算の中でやるっていうことには、じゃあお前がやれっていうことだったんじゃないですかね。それはまあ森さんは若くして40代にしてね。40代のまあ今考えれば前半ですからね。今だったらもうすごい若い人でしょ。で、日本代表の監督やってたわけですから。うん。そう思いますよ、と思う。
小野伸二選手とか中村俊輔選手みたいな年齢で、監督だったんですよ。それを考えたらすごいと思いません？そして1992年です。J リーグカップ、ナビスコカップですね。9月開幕だったんですけど、忘れないです。本当に、まぶたを下ろせばですね、当時の様子、スタジアムの音、匂い、スタンドの匂い、ね、芝生の匂い、雨上がりの空気、そんな、まあ、9月から始まるんで、9、10。ね。で、まあ、勝てないっていうか、勝ったり負けたりとか、ちょっと特別なルールがあったりしたんで、5位だったんですね。でも、攻撃陣では、まあ、エスクデロファミリーの、もう最初に来てくれた、オスバルト・エスクデロ、通称ピチがですね、小さい体ながら、まあ、俊足、そしてテクニカルなプレーを見せてくれて大活躍ね。マルセル・トロビソンのもやってくる。まあ、そういったチームだったわけですよ。ちょっとね、ワクワクしましたね。そして、柱谷浩一さん。森ファミリーとしてね、声がかかってきてくれた人ですね。簡単に言えば。そう思います。森さんと一緒にやりたい。そして、パオさん、田中慎二さんね。こういった人が来てくれたわけですね。もちろん、その、93年はおりませんでしたけど、92年には、新藤さん、ね、もういまして、とても森さんと一緒に仕事がしたいんだっていう人が多かった。そんな、やっぱり、人間力の高い人だったなと思います。森さん自体また、343のシステムを用いてですね、超攻撃型のスタイルで、大会そのものを盛り上げてくれました。そして天皇杯ではベスト4に進出。私行かなかったんですけれど、吉沢は行かなかったんですけど、四国で行われたベスト8の試合、勝ったチームが国立の天皇杯に、準決勝に進めるというその試合で、雨の中で PK 戦だったんじゃないですかね。調べればわかります。内緒行ってないです。テレビ放送もなかったんで。アントラーズに勝って、そして国立競技場の読売日本サッカークラブ、ヴェルディとの試合に臨むですね。まあ PK 戦で敗れはするんですけれど、この試合で、まあ一つ、浦和レッズのサポーターのフィーリングがちょっと紹介されたかなと思います。三菱にもこんなにファンがいんのかよ、みたいなね。そんな、時が、この92年でした。当然私ね、大きく気持ちを盛り上げて、よし、まあ5月が開幕だったんですけど、結構半年くらいあるんですよ。12月に天皇杯終わってから、5月開幕でしょ。5月16日です、我々は。J リーグ的には5月15日ですけど。でその前に日本代表のアジア予選があるわけですよ。最終予選の前に第一。で、まあ、それの結果観点もすごいあって、簡単なリーグじゃなかったんですね、日本リーグがね。でもちょっとその、日本代表がそこで勝ってくれて最終予選に進出するっていうことで、ちょっとその、後ろからこう押された感じですね。風もふっと吹いた感じがします。それが、その追い風だったりとかに乗って、J リーグがスタート。よしと。俺たちはね、J リーグカップでも5位、もうちょっとの5位。ルール、今のあれですよ、あれサポーターじゃないけど、ルールが違いや、俺たち上に行けたんだよって思うくらいの感じだったんですね。そして天皇杯でもベスト。これは負けることないでしょ。これからどんどんお客さん来るよ。思ったんですよ。そう思った。思っただけだったんですね。勝てなかったです。見てください。ところが。サントリーシリーズ10位。3勝15敗。ね。3勝15敗。18試合やってですよ。
11得点。34失点。そうですね。18試合あって。ニコスシリーズ。5勝13敗。確かに2勝増えました。15得点。44失点。もちろん PK 戦っていうのがあったんで、今であればこう引き分けっていうのは入るんですけど、それにしてもね、見てください。15得点、44失点。これ、スコア間違ってますね。スコア、なんで、なんか間違って計算しちゃいましたね。11得点と15得点ですね。26得点ですね。26得点、78失点。失点のは間違ってないです。得点は多分取り消されたのを混ぜたんでしょう。ない、そんなのない。ただ単に計算間違いしちゃったわけです。26得点、年間で78失点。3年分負けたと。こう、森さんがね、来年やりませんという会見、違ったな。と、これまた今度聞きますね。もう3年分負けたと。ここ僕会見には当然出てないですから、ライターじゃないんで。3年分負けたと。名言ですね。3年分負けたって。確かに3年分くらい負けたと。まあ、勝てなかったです。いろんな要因がありました。が、今思えば、分かっていることは、浦レッズの選手に払われるサラリーはすごく小さかったってことですね。やっぱプロの試合をやるにあたって、給料の高いチームから上位にいたっていうこと、給料高く払って勝てなかったチームもありますけどね。名古屋グランパスみたいに。ただ、売られた給料が高くなかったっていうことは大きいですね。外国人で、まあ、結果的に、社会、体裁が悪いんで、後にお金を追加で、注入してってくれるんですけど、それ最初からそのお金かけてくれたら、もっと違う結果は、あったと思います。とにかく、こういうことだったと思うんですよね。なんだ、これくらいの成績出せるんじゃない、これくらいの金額しか出してないのに、これくらいの成績が出せるんじゃんって言ったら92円になっちゃったんですよね。だからね、これ皆さんね、ぜひ覚えておいてもらいたいんですけどね、勝てばいいっていう人いっぱいいるんですけど、勝っても変わらないこと実はいっぱいあって、特に三菱はですね、勝ったら変わらないこと多いです。負けると変わること多いです。負けたらお金出してくれる。お金出しやすい環境になる。うん。いわゆるマイナスなものは持ちたくないと思うんですね。売られずずっとプラスですからね。だから、大した金額ではないですけど、売られずはもし、市民球団とかになったりするとしたら、収益がマイナスになった時だと思います。その時は、市民が買い取ることが可能になるかもしれません。まあ、皆さんね、まあ、さっきも話しましたけど、皆さんが行く道に森さんがいなければ今の浦和レッズはなかったと、こう言います。これは、まあ、さっきも話しましたが、プロ化に消極的だった会社側を説得したのは森さんだったからです。また、ホームタウンとしてですね、浦和に受け入れを要請したのも森さんだったことはあまりにも有名でございます。ちなみに森さんはですね、この浦和の、まあ、いろんなところでもう文献として残っておりますけど、浦和と話が決まったと言ったらですね、東京多摩地にある、ね、要はプロ化の準備室があったんですけど、そこから足しげく浦和に通って、帰れなくなればサウナに泊まって、そういったね、本当にホームタウンになるんだから、混ぜてもらうんだから、自分の方から、大企業だからではなく、皆さんのところに顔を出していかなきゃいけないんだっていうのが森さんの考えだったようです。ね、そして、92年の12月だったと思います。それまでは、浦和レッズは、東京の調布で練習をしていたんですけど、それが、まあ、こちらに移動してくるんですね。移ってくるんですね。移って、もうすぐに移ってきてくれて。森さんも当然浦和で暮らして、浦和競馬場のすぐ真横、
大家さんはお寿司屋さんだったかなの一軒、借家をですね、借りて、そこからもう売られつつ共に暮らしてくれて、僕も何度も送りました。まあ、なんで送ったのっていうのも、それは後で話しますけど。そういう方ですね。本当にホームタウンとは何ぞやとか、J リーグの理念であったりとか、あと自分たちがどういう立ち位置、距離感で、浦和レッズと、浦和と、いわゆるこう、握手をした状態、前に進んでいけばいいのか。そういうことを、森さんはよく分かってる方だったと思います。うん、誰にでも、威張ることがない人だったと思いますね。まあ今、浦和レッズが、声高に優勝を目指すというのはですね、森高次の願いを叶えるためでもあり、森高次さん、森さん自身が望んでいたサッカー王国、埼玉復活に欠かせない使命でもあるからなのだって書いてありますよね。そういうふうな、ね、浦和レッズが勝つこと、それ、すなわち、ね、サッカー王国と言われたね、埼玉の復活につながるんだよと。まあ、浦和レッズが、まあ、浦和レッズがね、三菱が浦和にやってきた当時、もう30年前なんですけど、で埼玉のサッカー大会がそこからね、高校サッカー当時は軸に考えますけど、高校サッカーで第60回大会で武南高校が優勝してから全国大会で優勝できない、そういう時間が長く続いたんですね。で、それじゃいかんだろうと、森さん自身がサッカーをね、御三家と言われる広島出身なので、それじゃいけない、埼玉がそれじゃいけないんだと。森さん自身も高校選手権で優勝、修徳高校で優勝した時の対戦相手は浦和市立高校。雨が降ってる試合で、雨が降ってなかったら技術的には浦和の方が1枚も2枚も上だったよ。雨が降ったから我々のサッカーで勝てたんだよっていうふうに、謙遜しておっしゃってましたけれど。でも、誰よりもそういう部分でね、浦和、埼玉のサッカーに対して、大きなリスペクトを持っている方だったんですね。ですから、浦和レッズが来ることによって、サッカーの、ね、レベルが地盤沈下してしまうようじゃ困る。そういうことは、幾度となくお話 をしていただいたことがあります。レッズが優勝だと、今はね、はっきりと明言できるようになったのは、やっぱりこの森さんの強い思いがあったからなんじゃないかなと、僕は信じております。横浜マリノスの GM、福岡の監督 GM を経てですね、森さん、2002年に浦和に GM として復帰します。その際にオフト監督を招聘。2006年の J リーグ初優勝もですね、ギド・ブッフバルトの後ろ支えとなり尽力したことはあまりにも有名です。残念ながら2011年、まあそう考えると本当ですね、2006年の優勝から5年後ですからね、2011年7月17日、腎盂がんのため東京目黒区の病院で、お亡くなりになって67歳でした。そっか。今生きてたら78歳。会ってみたいですね。うん、まあ、近い将来、浦和レッズがリーグを優勝し、森カンペオンをですね、空高く叫びたい。これは僕の気持ちです。いつから、あ、これ古いあれだね。いつからかね。誰からともなく森高次を人はそう呼ぶようになりました。浦和レッズの父。異論はありません。そして異論は認めません。浦和レッズの父とはこの人しかおりません。浦和レッズ初代監督、
森高次、我々のかけがえのない生みの親です。この人が浦和レッズの初代監督だったからこそ、今の浦和レッズがあり、また浦和レッズのこうした人気があったと信じて疑いませんし、勝ち負け以上に重要な何か大切なものをこの人から、我々は教わったんじゃないでしょうか。浦和レッズの監督、これまでね、たくさんの人が務めております。ですが、すべての監督が良い結果をもたらせたわけではございません。当たり前ですね。当たり前なんですよ。勝てる監督は1年間に1人しかいません。30年、30年ですね。J リーグは歴史がありますけれど、その中で、複数回優勝した監督がおります。ね。松木さん、桑原さん、岡田さん、ね。オリベラ、トニーニョ・セレゾ、森保さん、鬼木さん。30年間のうちで7人の方が複数回優勝しております。うち森保さんが3回、鬼木さんが4回、この2人だけで7年間優勝しております。優勝するのは簡単じゃないんですね。並大抵のことじゃないんですね。30年間の中で浦和レッズチャンピオンの勝利を掲げたことはたった1回だけ、ギド・ブッフバルト監督ね、あの2006年のシーズンしかございません。優勝を目指すのはどのチームでもできます。優勝するのは1チームしかできません。そんな厳しさ、しんどさを大森さんは知ってたと思います。ですが、自身が GM の時に、見事にあのチャンピオンシャーレを掲げることを成功しております。森さんについては、ね、初年度、あまり結果が出せず、ね、福岡の監督時代も成績がついてこず、なかなかね、厳しい意見もありました。ですが、どこに行ってもですね、とにかくファン、中に、それも、コアなサポーターを大事にした人です。横浜 F ・マリノスでもそうでした。アビスパ福岡でもそうでした。必ず、名前を呼んで、僕はヨシと呼んでもらってましたけど、ヨシ、〇〇は、元気にしてるか。ね、よし、まるまるはって、まあ、例えば福岡だったら、敬語はどうしてる？そんな声をいつもかけてくれましたね。自分のことよりも人のこと、もちろん、横浜にいても、福岡にいても、浦和にはなお、浦和にはノーと、吉沢というノーと、そういう話をしてくださっていたようです。これは僕が言って自慢とかではなくて、僕の仲間、つまり浦和レッズのサポーター、すべてに対して、森さんの考えがそこに、そういうふうに意見としてあったんだと思います。本当にですね、たくさんのことを教えてくださって、そして浦和レッズのベースとなる理念は森さんが作られたものです。まあ、何代か、一代前の社長の時に理念自体が書き換えられてしまいましたが、僕は森さんが作った最初の理念を、今でも
胸に刻み込んでおります。浦レッズ初代監督とはですね、我々の父親であり、この人があって、浦レッズがあるわけですので、正直言ってその時の勝敗など、どうでもよい。むしろその時、勝っていたら今の浦レッズは出来上がらなかったんじゃないかなと。最下位でしたけれど、グッドルーザーだと思っております。今も浦和の街角から森さんがひょいと現れ、浦和の居酒屋でドアが開けば森さんが入ってくる、そんなような錯覚に襲われます。面白いんですけどね。が、おう、庶民。庶民って人生の中で言われるのは初めてですからね。おう、庶民とか。おう、百。言っちゃいけないと思うね。おう、おう、百。とかね、そういうふうに言う、びっくりしますよね。えって言って、間違いじゃないですけど。庶民って言われて、庶民ってことは森さんはやっぱ殿様ですね、みたいなね。そういう方です。まあ、たくさんイベントがあった時には必ずそこに顔を出してくださったりとかですね。本当に気さくな方でございました。はい。これからたくさんの監督さんを紹介していきますけど、中には気さくじゃない方もいらっしゃいます。ですが、やっぱり浦和レッズが形成されていくのにとても重要なね、やっぱりパーツ、キーパーツだったと思います、それぞれの方が。ですので、フラットな状態で、まあ、こんなに1時間も話ができるか分かりませんけれど、まあ、さっきもね、間違いないと思ったんですけど、得点間違っちゃってましたからね。2点も多く書いちゃって申し訳ないなと思いますけど。はい。紹介していったらいいなと思っておりますので、皆さんぜひね、今後もお付き合いいただき、またご意見の方も寄せていただければなと思います。よろしくお願いします。そして、まあ、切り抜いた時には、私が間違ったそこにバッツをつけてブブッと言ってください。よろしくお願いいたします。さあ、こんな感じでございますが、皆さん、ラストメッセージ、お寄せください。よろしくお願いいたします。はい。なかなかこういう感じになると、コメントが減っちゃうんですよね。コメントあって、それに対して、キャッチボールができるような形がいいんですけどね。ぜひぜひ、皆さんいらっしゃっていただければ。現在、ナイス21でございます。今日の話聞いて、まあまあそうだなとか思ったりとか、押しといてやろうと思う人がいれば、ここを押してもらえればですね、現在41名の方、ご来店いただいております。ね。そして、23名さんありがとうございます。嬉しいですね。過去動画もですね、とても最近評判よく見ていただいておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい。そうですね。まあ、ジェットさんが言うようにね、もう監督が、来季の監督、まあ、戸田さんらしいんじゃないですか。要は J3 で一番下のチームの監督をするってことは、上がり目しかないんですよね。賢いと思います。ありがとうございます。小手川さんからスーパーチャット入りました。ありがとうございます。ね、よかったです。ああ、そんなね、改めて話が来てよかったって。まだまだ森さんの話は今後出てきます。森さんの話は、もうとにかくベースでございます。過去にも先にも、後にも、過去にも先、過去にも後にも、森さんのような人はやっぱりいないんですよ。ちょっと特別な人です。はい。なので、これは他の、チームに、浦和レッズにあって、他のチームにはなかったと。それが今の浦和レッズの本当に大きな礎になっているということは皆さん忘れないでください。ナイスパン。ネップさん。
85年の日韓戦は親戚の家でみんなでワイワイやりながら見ました。懐かしいです。なるほどね。それぞれのね、思い出があると思いますけど。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントのよろしくお願いいたします。24のいいねいただきました。とても嬉しいです。46名の方、なぜか終わり際になると人数が増えるんですけどね。はい。森さんの話はいろいろありますよね。私も少しだけご一緒した思い出があります。そうですね。ぜひね、皆さん、浦和に立ち寄った時には、森さんの匂いを感じ取ってください。はい。森さんの匂いを感じ取ってください。森さんの話をですね、意外といろんなお店で聞くこと、することができます。ね。機会があれば、一緒に、ご一緒しますので、一緒しましょう。誘ってください。お声掛けください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。まだ家まで遠いぜって。気をつけて、寒くなってきたんでね。ナイスパッチャオ。お疲れ様でした。チャオ。オグムスさん、ナイスナイスナイスな話。改めて懐かしく、もうなぜか新鮮な感じでした。そうですね。そうよくそんな風に言われるんですけどね。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。この話の延長戦は、私のライブ配信、ふわっちの方でやりたいと思いますので、概要欄ですね。チャンネルの概要欄の方から行くと、リンクがついております。そちらの方で入っていただいて、ダウンロードしていただければなと思います。よろしくお願いします。お疲れ様です。ありがとうございました。それでは、延長戦はそちらで。どうもみんな、おー、キューピー。ナイスパッ。チャオチャオってことですね。ありがとうございます。それでは、延長戦でお待ちしております。チャオ。